中日が1位指名しそうな選手。トーマス、1位、トーマス2位、真鍋で一気にチームを作り変えるんや。1位は決まったようなもんやん。問題は指名順、優位な3位を誰にするかや。ウェーバーやから最下位チームの3位は優位じゃないが。即戦力投手は取らんのか、細野とか。石川が育ったんだから高卒や主上位指名しときゃいいんだよ、真鍋行け。1、2投手でもなんら不思議やない、竹内、トーマスは村田とか。大卒先発投手行かないなら上田取ってほしいな。今の中日を見て有望株が拒否する。有望株が入らない上に育成力もお金もないから弱いまま。弱いのに厳しさだけは異常だから有望株が中日を拒否する。実際、そいつなん。って指名してたら有名どころからお断りされてるってことなんかな。1位派遠と6人衆の誰かだけど、2位はほぼ確実に地元枠の左腕トーマツに行くだろ。トーマツ派ない、1位投手なら西舘雄飛、野手なら上田のぞみかわたらいしかねえわ。先発は優秀なんいるけど駒不足やな、竹内取っとけ。自分が保護者や指導者やとしたら選択肢がある子に、チュニドラ行け、とは言えんよ。チュニドラしかお誘いがなくって進学先や就職先も微妙なら、一考するくらいちゃうか。言うて中日のドラ1指名はそれなりに無難で成功しとる方やろ。問題なのは1位以外の独自指名路線が失敗祭りなのと、育成力がないことであって1位指名するのは大抵ソフバンや。野手だと、いきなりカット打法の強要、投手は通算成績の負け越し、この2つが約束されてるようなもんなのがきついだろ。直近のルーキーが散々やからな、ブライトも使われないから育ってるのかわからんし、鵜飼はあの通りだし、村松あたりは使い方次第でもう少し成績いいはずだし、育成で松山は出てきたけど、これ指名される側としては出場機会がある弱小チームと、援護がある強豪チームのどっちが嬉しいんだろうね。